私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。6時だよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。妖怪迷路忍者作戦。ちびっこのみんなに忍者から指令が。妖怪迷路に忍び込んで脱出せよ。クリアしたら妖怪ミニブックがもらえるよ。大津プリンスホテル、8月13日から。7月1日琵琶湖の日を PR して歩く安野さん琵琶湖一周200キロ里の旅。今日はどんな出会いがあるのかな。琵琶湖一周200キロ里30日目。タクル、はい、今日暑すぎんか、これ暑いです、めちゃめちゃ暑いです。なんか予報では32度とか書いてあったで。飛び級してへん、夏まだロート部活やのに。梅雨入ったばっかです。うん、カメラマンさん、絵面撮ってくれてるかな。わしびっくりして飛び上がってしまうわ。琵琶湖一周出会い旅、ありがとね、また会えて嬉しかったで。タックルも言い過ぎるの分かってるけど、はい、もう満を持して言うていい。はいはい、暑すぎる今日やで。今日ほんまに暑い。ほんとに暑い。無理、もうなんかこう朦朧としてくるもん。朦朧としすぎて朦朧豆腐とかいなの。食べたい。食べ物ばっかり。もうお昼過ぎちゃいましたね。ああ、いつまでわしはお預けをこう。最近厳しいね、タクルの距離とかなんかそんなもう。全然食べさせてくれへんし。あのこの先皆さん待っててくださってるので。あ、こんにちは。よいしょ。あー、助かるわ、今日暑いから。ご結婚予定。そうなん、いついつ。8月。もうすぐや、7月1日の翌月やから。おめでとう。パパパパーン、パパパパーン、パパパパーン、末永くお幸せに。また来てな、仲良に。嬉しいな、この人生の節目節目。ね、わしにこう言うてきてくれてな。うん、ありがとうね。来てくれた。いやー、嬉しいわ。わしを可愛くデフォルメして描いてくれてる。ありがとうね。
き話してたんよ。タラさんからいい水資源なのかなって。7月1日は琵琶湖の日です。暑いから気をつけて。だいぶちょっと遅れ気味なんやけど頑張っていくわ。激励を君ね。今日のアンギャはここまで。続きは明日お送りするね。お楽しみに。この日たくさんのお客様が来てくださったので、チーム安納さんのタックルがもう一曲歌わせていただきます。テクテクがいつぶり、いつぶり、一年ぶり、今年もやってきました。1月1日琵琶湖の日、安野さん、何？アンギャも無事ゴールしたということで、実はですね、もし行く？行っとく？いやもう、あの集まってんで、もう8月はちょっと辛いかなと思います。わしも辛いわ。アンギャ中にフォトコンテストをやってたじゃないですか。え、わしにミスコン出てて。いやいや違います違います。あ、ビキニあるかな。違います。あの安野さんが歩いてるところを皆さんが写真を撮っていただいて。知ってるかな。撮ってくれてやったな、はい、みんな。アミンチプロジェクトが厳選な選定をしまして、入賞作品と最優秀賞作品を選ばせていただいたんですけれども。商品って何なん？豪華商品。そうです、豪華商品で、こちらです。じゃん。お、これは分かりやすいな。こちらがある、あの高島の新朝日風車村、あの花咲き乱れてたな。これ風車もなんかこう斜めにして、なんかなかなか面白いな。やっぱあれやな、映写真っていうのはこう思い出とともにあるな。続いて2枚目です。こちらです。じゃん。なんか男前なんちゃう。これあれわし覚えてんねん、撮ってくれらった時なんかあの、はいはい、撮り撮るカメラでね、あ、はい、大きいレンズのやつで撮ってくれてらったんよ。あのわしの顔はっきり見えてるな、なんかすごいなんか綺麗にくっきり見えてます、ね、男前やな、はい、カレンダーするんやったら、まあ、7月爽やかな感じの、うん、続いて3枚目がこちらです。はいよ。これは面白いな。うん、無料でしてくれてるうこうが、あのお母さんが作ったわしの帽子をかぶってるな。これは考え尽くされた写真やで、はい、わしのバーコードを切ってお子さんのバーコードかぶってる。バーコードかぶりせんための工夫が素晴らしい。続いて4枚目がこちらです。はいよ。あ、これ珍しい後ろ姿っていうかな、なかなか、うん、尻尾フリフリしてるやつやな、はい、えらいこう晴れた空に向かってやな、はい、青春真っ只中。はい、おっさんやけど青春真っ只中、はい、歩くでもわし。じゃあ続いて5枚目がこちらです。あ、
これあのゼゼ公園のあの用意があるもんやなこれ。あ、はい。こないしてなんか見守ってくれてる人がおったやな。あ、全然気づかなかったよ。もうゴールすることに必死だったもんな。ほぼ駆け足ですね、この日は。うん。では続いて6枚目の写真がこちらです。じゃじゃん。お、これもあれやな、割と立ち出ました、これやな。まあその焦ってる中でちょっとこう頑張ってやってんでっていう一コマやな。ちょっとアピールしたみたいな、うん、じゃあ続いて7枚目がこちらです。じゃじゃん。ゴールする瞬間の貴重な写真ですね。あ、これはテープかいな。あのわしがあの蛇でびっくりしてた蛇やないの。いや、あれは違う。あれ長浜やもんな。もうボツボツ日没っていうかほんまに日没ぐらいのな、はい、ゴールやでいう感じが出てんな。ドラマチックやね。皆さんお待ちかねの最優秀賞の、では発表してもよろしいでしょうか。ええけど BGM わしにやらせてくれるんやん。はい、よろしくお願いします。どうぞ。ドロ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 やってる中の一コマやな、はい、こんな出会いが今年のアンギャでもいっぱいあったな、はい、わー、ええ写真やったな。最優秀おめでとう。おめでとうございます。この他にも業さん応募してくれてやったやろ、はい、みんなありがとねー、お気に最優秀賞には、わしのバーコード1本。いやいや違います。あの最優秀賞作品には黄緑色のアンギャ T シャツ1枚をプレゼントさせていただきます。街で来たら目立つでー。おめでとうさーん。おめでとうございました。タックルが歩いて届けに行くでー。僕だけアンギャですか。郵送さん、もんしもんし。国民健康保険料の納め忘れはないですか。忙しくて納めに行く時間がない、ついうっかり。そんなことがないように確実安心な口座振り替えがおすすめ。詳しくはお住まいの市町国保まで。今日のエンディングはこちら。ララララララ友達って大事大事だからこれは守ろうね。友達に頼まれてもお金を貸しちゃダメ。それでも貸すときはあげる覚悟あげる覚悟あげる覚悟だよ。ララララララ友達って大事大事だから。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。友達に頼まれても保証人になっちゃダメ。それでもなるときは人生ボーイフル人生ボーイフル人生ボーイフル覚悟だよ。ラララララララ友達って